札幌の夏の風物詩、真駒内花火大会が開かれ、2万2000発の花火が夜空に打ち上げられました。今年で11回目の開催となった真駒内花火大会。会場の真駒内積水ハイムスタジアムには、明るいうちから多くの人が詰めかけました。このイベントは2万2000発の花火が照明や音楽とシンクロして次々と打ち上がるのが見どころです。観覧は有料ですが、およそ1万8000人分のチケットが完売する人気ぶりです。迫力すごくてもうやばかったです。宮崎の花火、また来年も来たいですか？行きたい、来年。観客は光と音のショーを堪能していました。